探しされたような様子もない。私のことを学校には伝わってないのかな。そんなのは後回しだ。まずは兄さんに会いに行かないと。誰ですか？廊下を走っているのは。あら、八坂さん。寮長。言葉が荒いですよ、八坂さん。生徒会の用事でしばらく外出すると連絡を受けていましたが、どうされました？え、生徒会の用事？誰がそんなことを。鷲宮さんですよ。一緒ではないんですか？氷が？しかし困りましたね。先ほどお兄さんが来たのですが、外出中だと答えてしまいました。兄が来たんですか？ええ、つい先ほど八坂さんの行き先を聞いてきたので、そのように返答しておいたのですが。ああ、大丈夫です。ちょうど兄に用があるので会ってきます。それで兄は？男子寮に戻ると言っていましたね。それでは八坂さん、私はこれで。あと廊下が走らないようにね。はーい。よかった、無事なんだ。爆発？あっちは男子寮の方。まさか。スペクタクルな絵が撮れてそうだよ。マザーにあだなす者には滅びが come here なあ。そうだろ、ひつぎが。あんたがやったの。つまらないことを聞くね。日本ではこういうのを一目瞭然というんじゃないのか。自動翻訳失敗か。また同じことを聞かれた気がするね。なるほど。ではきっとこの場面ではこう答えればセンセーショナルな絵が撮れそうだね。その通りだよ、ひつぎが。絵がボーイを吹き飛ばしたのはこの俺、ベトル・ゼラズニーだよ。ジューのブラザーは綺麗さっぱり跡形もなく俺の目の前でドカーンとエクスプロージョンしてくれたぜ。やめの幅切り。はっはっは。いいね、生の表情だ。怒りと後悔に打ち震える顔なんてなかなか撮れるものじゃないよ。だがいいのかい、ひつぎさん。熱くなりすぎて足元がお留守だ。そこはちょっぴり君には熱い場だと思うよ。爆弾。カットだ、ひつぎじゃん。そんな簡単に挑発に乗ってしまったら単調な武器と思われるじゃないか。君たちは俺のフィルムを盛り上げるための待望のアクターなんだから、もっともっともっとエキサイトするムーブを頼むよ。思い出した、ベトール・ゼラズニー。特撮技術で名を馳せ、時を経て復権してきたハリウッドの映画監督。全米をエキサイトさせる歴代最高の映画監督、ベトール・ゼラズニー&マザー・クラスター、木の人さ。マザーから来日すればエキサイティングなフィルムが撮れると言われてね。その日のうちにカムヒアーさ。だからひつぎが
もっと俺をバーニングさせるムーブを、もっと俺をチャームするアクトをプリーズ。サイトが狭いぞ。あなた。OK、ウェルカム。これでさらにクールでタフな絵が撮れそうだ。生の絵は最高だ。イマジネーションが止まらない。棺じゃ想像以上のムーブだ。これこそ俺の求めていた絵だぜ。もっともっと君たちのアクトに応えられるプレイスとエキストラが用意できたら本番と行こうじゃないか。大丈夫だけど、兄さんが私のせいで、兄さんは